さあ皆さんこんにちは、スノーボーダーの青木玲です。いよいよゴールデンウィークも終わりですね。丸沼高原スキー場、僕がベースにしております丸沼高原スキー場もこれで終了となります。で、今日皆様にお届けする動画の内容は、今シーズンこんなことに気づいたんですよっていう、また新たな考え方だったりとかテクニックのお話をしたいなと思います。まずですね、スノーボード、下半身をうまく使って雪面に合わせて滑るっていうのって結構重要だよっていうふうに思うじゃないですかね。で、僕もずっとそうやって考えてたんです。すると下半身うまく使って上半身安定させて滑る、どっちかっていうと下半身の方が重要だよっていうふうに結構思っていたんですけれども、これわざわざここで区切ることなくって、そもそも全身運動でスノーボードを滑った方がいいよねっていう風に考え方が大きく今シーズン僕変わったんですね。そしたら圧雪板の時にはさほどなんですけれども、パウダーだったりとか圧雪の上に10センチぐらい雪積もるとか結構あるじゃないですかね。あとは春先のザクザクボコボコの雪なんかでポジションを崩さないで、要はバランスを崩さないで、思って思った姿勢、思ったポジションで、思った速度で、思ったところに向かって滑っていくっていう、要はコントロールしながらハイスピードで滑るっていうのがすごくやりやすくなってたんですね。で、じゃあこれ具体的にトーサイドエッジの上でどういう体の動きを、ヒールサイドエッジの上ではどういう体の動きを使っていくとこの全身運動っていう形になっていくかっていうのをずっと散々僕今シーズンレッスンしながら皆さんに問いかけて、皆さんからの滑り反応みたいとかそういった部分で整理していって、いよいよこの整理できてきたものをもっともっと煮詰めて完璧にした状態で、この6月からですね、シーズンオフ恒例になっております座学っていうのをやっていきたいなと思ってるんです。そこに全部しっかりと落とし込んでいきたいなというふうに思っている次第です。なんですけれども、その内容はそういった形で皆さんにうまくお伝えできたらなと思うんですけれども、そもそもの考え方として下半身の方が上半身よりも大切だよねっていうのではなくって、いや、そんなに綺麗に分ける必要なくって、全身をうまく使って滑っていくっていう全身運動でスノーボードのことも考えてみませんかっていう考え方の幅が広がっていくと、よりバランスってものに対しては取りやすくなっていく、体の動きというものに対してはスムーズに動かしやすくなっていくんじゃないかなと思いますので、まず1つ目、下半身だけが重要なんではなくて全身運動のスポーツですよねっていうお話です。そして2つ目、大きな考え方として、板の上で前後上下左右っていう風に、まあ、非常にシンプルに3つの方向に動くっていうのを考えた時に、前後と上下はバランス崩さないですよね。なんで左右がバランス崩しやすいじゃないですか。でもエッジを使ってカービングしたりエッジングするためには、この左右の動きをうまくコントロールし続けないとダメなんだって思って、僕30年以上スノーボードカービングに取り組んでみたんですよ。難しすぎますこれ。なんでかっていうと、左右に動いてエッジがうまく噛む時と噛まない時っていうのは、相手が雪なのでさまざま、さっき良かったのに今ダメなの、同じことやってるつもりなのになんでっていうことが結構起きるなっていうふうに思ってる次第です。なので、この左右の動きっていうものをいかにコントロールしやすくするかっていうのを、他の前後と上下としっかりと組み合わせていくことによって、この左右だけを板立てよう、しっかり早く板立てようっていう左右の動きだけを特化させていくんじゃなくって、前後と左右も考えることによってバランス能力っていうものを圧倒的に増やした方が、結果的に鋭く早く曲がっていくっていうのがやりやすくなるなというふうに自分自身でも体感したシーズンでございました。
じゃあ実際体を動かすってなった時に前後上下左右、あともう一個ね、ひねりっていう動作も考えてあげるといいなと思うんですけども、この辺の基礎動作、基本的な動作をどういうふうにヒールサイドは組み合わせるか、トーサイドは組み合わせるか、どこの関節をどう具体的に使っていくといいかっていうのを、あと1ヶ月しっかりと僕は整理整頓してお話しして伝えやすくなるようにいろんな手法を整えてテキスト作って、よし座学スタートっていう風に6月からまたスタート開始していきたいと思っております。 YouTube 普段見ていただいている方は基本的なこの前後上下左右あとひねるっていう動作の中でやっぱり左右はバランス崩しやすいから左右だけ頑張るっていうことは、まあ、青木が30年取り組んでみたけど結構大変だから、やっぱり前後と上下とうまく組み合わせながら考えようねというところをちょっと視野を広げていただけるとバランスっていうものが広がっていくんじゃないかなと思います。そしてそれをぜひ具体的に聞きたいんだよっていう方は僕のシーズンオフの僕の大好きな座学にぜひぜひ遊びにいらしてください。といった形で今シーズンシーズンまとめとして、シーズン中に僕が大きく気づいたこういった考え方の方がいいんじゃないかなっていう、その全身運動左右の動きだけに特化するもんじゃないっていう、この2つの軸をしっかりと整理して、それ以外の今まで考えてた部分をまたさらに付け加えて分かりやすく解説できるように座学スタートしていきたいなと思いますので、ぜひぜひ今まで参加してくれてた方も、またこれから参加していただける方も、興味のある方は6月頭お待ちください。詳しい詳細はまた僕の方で決めまして、この YouTube でどんどん発信していきますので、ぜひぜひそちらの方もチェックよろしくお願いいたします。それではまた、スノーボーダーの青木玲でした。丸沼高原スキー場さん、今シーズンもどうもありがとうございました。また来シーズン。